お疲れチャンスラッドです。さあ今日もねトロ上げしていこうと思うんですけども、で今日はねこちらの、ロイフォグクエイクやっていきます。さあロケ砲型とマジアチャ型の、2パターンがあるんですけども、まあ、結構好みからマジアチャの方は攻めでガンガン使えるよねという感じで、ロケ砲はね防衛でより輝くかなって感じかな。だから大型に対してとかちょっと防衛が苦手だよって方はロケ砲をおすすめします。で個人的にはねどっちもいいんだけど、今はロケ砲でやってます。というのもやっぱゴレとかエリゴレがなんかめっちゃいます。はい、ゴレエリゴレがいて今はちょっとプロラッシュが来てるっていうやばいとこなんですけども、次がでは3000なので行きたいと思います。はい、沼をね、はい、300沼を取り返しました。寝起きマルチ最後です。さあ行きましょう。さあウィングスはボムのマジアチャウォールブレイカーだった記憶があります。さあよろしく。でロケ砲はね、まあ、めっちゃ強いんですけど、攻めでもねダメージ入るし防衛でも優秀なんですけど、一つデメリットやっぱキング起動されるですね。文句で跳ね返されてキング起動できるしされる、キング起動されるのは反射されしなくてもされるですね。よいしょ。そこでキング起動狙っていきます。お違う、ポイズになってる。ってことはデッキがちょっと違うので気をつけながら、お魚ポイズンってことはまあ遅延スケラとかなんかいろいろあるっすね。ボムでした。でゴブリンがいんのかなこれ。いやースバラ防衛だ、スバラ。さあボムポイウッドとなるとシンプルディガっぽいの可能性もあるね。シンプルディガっぽいな、硬いんですよ。で回転速度もほぼ一緒っていうので、どうやって勝つんだおいマジでどうやって勝つんだって感じですけども、無理せずいきましょう。守ってカウンター一旦ね、一旦は耐えです。はい、スノックバックされる、スルー、これもう何回も見たよね。もう少しでねフェニモン環境もあるので拾ってく。でこのフェニックスとかがいる時のこれねうざいと思うんですよ。で僕ちょっと右サイド狙っていきたいな、左ウッドか。よしよしよし、なんか同サイよりはなんか逆の方が戦いやすいイメージがあります。さあディガーのダメージをできるだけ抑えつつ、できるだけ抑えつつっていうのが大事かな。8枚ゴブリンもちょっといいんですけどね。でフェニックスの後ろには、まあ、文句をつけてあげるっていうのがもう基本です。はい、クラロワの基本。さあまあさすがにいやあっち行った、あっち行ったのか俺のゴブリンが。これちょっとやばいかもね。さあ回転が早いでございます。あのフェニックス抜けもちょっと辛そう。うわやばい、意外とダメージ入ってるよ。さあここは一旦我慢して、もうタイブレイクですからね。ほぼいや一匹はみ出てるの熱い。はみ出よしよしよし、はみ出、マジではみ出、はみ出しで勝つ。あーめっちゃいいポイズン、それは良すぎるポイズン。いやー痛い。でこっからはロイホグは飾りです。
これで終わりだろ。でかい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 、マジででかい、やばすぎる。さボムタワーディガポイにも勝っていく、まあ、これの勝因は相手とのサイドが逆なことですね。やっぱロケ砲とかが残ってカウンターにもつながるしっていうので、いやーさあ初めて今季この3000にね伝説の道乗りました。さあ世界59位、いやめっちゃいい、え過去一って言っていいぐらいいいプレーをしているかもしれない。さあボム持ってる時に結局豚飛ばしても、まあ飛ばしてましたけど、やっぱなかなかダメージ入っていかないんでね、最後の後半は文句を場に出してチャンピオンサイクル崩して無限呪文削りでさあ戦っていく。アナバンやばい、アナバンマジでね基本トレネが入ってるんで豚からするとちょっと安そうね。さあもうゴリゴリ削っていきます。さあラム、いやー使っちゃうか、もったいないけど。さあ止めてメガラムかな、よく使ってるっすね、メガラムか大型かみたいな。さあでもラムなのでこれロケ王はちょっと熱いぞ、金起動したい、だから固まってほしいけど固まんないかもね。でここはまあセパかな、でフェニックス側にウッドとかつきやすいっていうか使いたいと思うんで、こっちにゴブリン添えると、うわ確かにラムの時点で逃げないといるな。さあでも文句はフィジカル鉄を、いやーいい防衛、これちょっとあだとってんぞ、しかもメガネつけたんで5コスブーぐらい見える、あーでトルネがあるぐらいか、いや全然いいんじゃね、5コスブートルネぐらいですね、豚がいっぱい残ってくれれば。熱い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 、よしよし。さメガラムの変な赤だっすね、おこれキング起動、トルネも使ってる、うわめっちゃいい展開が良すぎる、いやちょっと早かった、関係ねえなロケット押しには、いや目がかい、ちょっと待てよ、えなあそこで止まってんだけど、あ出た、いやマジでこれやってくるプレイヤー結構いるんですよ、文句出してすぐトイレタイムしてなんか2周目のトイレを相手陣地でやるみたいな、なんかマジで洒落てる戦術をしてくるプレイヤーがいるんですよ、やばくない？2周目トイレ作戦、もう理解できないけど俺らには。いやーこれクエイク削りかな、もうあれさ世界一遠いんだよな、守んないけど。一旦ロケ砲、めっちゃ熱い、おや？おい、さあ、やばくない？もしかして今日の俺、神がかかってる。
やばい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 。17か。いや、これやばいな。穴番すぐ来るからな。デッキ変えて。別の赤で。お前、今俺にバーツつけたな、つって。別赤スナイプレッツゴーつって来るんで。ちょっと怖いけど。まあ、来ねえ。来ねえな。来んないノリで。来るとしたらバルーンになってきます。あー、よかった。けどバルーンだ。さあ、生命さんですね。キョスケバルーンだ。まあ、全然勝ち目がないことはない。アイスピュート、ハシマイゴブリンは、基本やっていいんですけど、相手がトルネードを持ってると、キング起動されるんですよね。そう、ゴブリン単体で。だからね、あんま飛ばしたくないっすね。さあ、で、トルネ5ウッドなので、まあ、ロケはちょっと強いかな。でランバーとかエレキがいるのか、ちょっと変わったバルーン、もうめっちゃ押し出すなお前、やりすぎだろ。これはねファイボもウッドも使ったんでロイホグブーまでいってます。んロイホグロケホまでいってます。まあ、キング起動かな普通に。このエレキも跳ね返したらねすごい熱いんですけど、いやでもめっちゃいいアイスピしてる、めっちゃいいアイスピしてる、でかいでかい。いや問題はここだな、むずいな。もうどこに引っ張ってるの、アイスピ飛べ、えらい。いやーマジアイスピドンなら天才。さあ稼ぐ、マジロケボ強えな。いやーマジで今日ので一味も二味も違いすぎるわプレイが。さあ勝っていく、まあ、バルーンは危ない危ない。いやもうなんかねバルフリとかめっちゃきついんですよ。そうマジロケホー2周目フェニックス2周目で気合の体です。さあやばい、3000到達どころじゃねえ、3100いけるし世界30位到達。あれロケ砲説あるな。まあマジアちゃんも強いんすけどね、もちろんやっぱ防衛が強いし、まあロケ砲の方が楽ちんだよね。出してるだけで勝手にやってくれる。ハービー来た。さあハービー知る人ぞ知る、もう伝説の最強プレイヤーっすね。で、まあ、ハービー一緒っす、はいデッキハービーが言ったらこのロケホロイフグで一番取る高いっす、一番うまいっす。なんでさあ金起動させてもらって、あ今塊ミスった、あーおでかい、えこれ熱くない、いやーめっちゃいいロケホウッド、良すぎる良すぎる。まあまあまあ、いやーこれ豚来たら渋いが、あーやそういう感じか。さあセパの豚はちょっと助かったかもね。うんでまあウッドを使わせるようにアイスピぐらい添えようかなと。
暑いっすね、流れは。あー、もう俺キンキしてるもんな。あ、これめっちゃチャンス。さ、めっちゃチャンスです。ゴブリンも使ってんで。え、え、防衛うますぎだろ。いやーマジか、ロケ砲打っただけでそんだけ止まられると俺なんか神防衛が。待って、やばい、急にヘッポコ、ヘッポコタイム来てる。でも打っとくらい回んないんじゃね。そうっすね、熱々、打っとかないだけでブーが入るぞ。よしよしよし、熱々、熱々。え、マジでごめんね、熱いしか言ってないし、多分今日あんま喋ってないんですけど、勝ちたいだけ、勝ちたいから。お、あっつ、もうウッド使ったねえ、なんかもう俺の手のひらで、え、ウッドもう一回、なんでちょっと待って、あ、俺のウッド、あれマジ意味わかんねえ。さっきからいや、ペースが良すぎる。やべ、そんなこと言ってると危ない目に遭いそう。まあ危ない目に遭うのはどっちだいつって。いや、この豚いらんかな。いや、いるな。いやー、めっちゃ勝てそうだな。さあ、ロケワも来るのも読んでる。やばい、待って、なんで？うっ、守ってくんな。危ない、危ない、危ない、危ないよ、危ないよ。気づいたら負けそうだし、気づいたら勝ってたし、しかも30。ちょっと待てよ、今期、え、今期さ、まだちょっとなのよ、時間が。え、すごい、15位。え、そんな、そんないいんですか、いいんですか、この私が世界15位。フェニックスか、やっぱ俺は。さあ、残り時間どこだ、残り2日と2時間。いや、マジ今シーズン終わってくんねえかな、あともう1勝ぐらいして。やばいね。さあ、世界15位なので、このピラミッドゾーンに、いや、上3人以下や、強っ。さあ、ちょっと流れがいいので、このままね、いや、行きたいな。いや、ここで40トロぐらい欲しいな。もう世界1位、2位、3位ぐらい引ければ大トロ狙える。さあ、来ました、大トロではないが、負けたら痛い目見そうなので勝ちます。さあ、 SP、 まあ迫撃、ディガー削り、ロイホグ、あ、まあゼロやん。打っとあったら取り目もあるだろ、ふざけんじゃねえ。まあ迫撃かディガポリのどっちかっすね。まあどっちも嫌だけど迫撃の方がいいな。
縦線の方の吐く息ちょっと違う方っすね。フェニモン縦線アイスピー、最初なんかデリバリーだったんですけど、あーエロ深いリガの位置が、これ一旦スルーでいいか、なんかデリクウッドが、そうっすね。でね、迫撃の受けでロイホグ使いたいですからね、僕は。相手もね、なんか、迫撃はあんま起きにくくなるんですよね、そうなると。端前文句かな。そうっすね。キング移動っすね。ウッドが。残ってんのちょっとうざいと思う。いやー縦線が強い。でもフェニックスも強い。よしよし、ブーブータイム。左を削ってほしいんですよね僕は。いやーそれうまい。さあ冷静に削っていく。やば、出てんの。無理だけはするな。いやー熱い、いやー熱い。え、なんか簡単になったけどそんなことねえよな。俺が知らん間になんかもしかして俺のユニットだけ強化されてるみたいな。タワーレベル17とかない？大丈夫？あれ待ってよなんか不自然になってきた。こんな勝てることねえよなと思ったから、勝っても順位が上がらない。何13が少なすぎた。いやまじ調子良すぎてなんか狂うな。うわーディマスだ。さあメガナイト使いです。メガナイトウォールブレイカーめっちゃうまいんで参考にした方がいいです。あーでもこれずるマジで。さあメガナイトウォールブレイカーなんで、むずいな。タルザップのねロイホグはマジで一回も出さないぐらいだと思った方がいいかも。うわーウッドだー渋い。どうやって守ろうかな。さあもうめちゃくちゃうまいのでこの相手は。
いやキングギドーしたかったのに、そういうんじゃないんだよね。やばい、される、危ない。あーこれ痛いんだよね。まあフェニモンのこの方はちょっと強いんだけどね。ディガーのダメージを抑えれば一旦防げるの。ああなんか帰ってった。ユーノの受けがねちょっとめんどかったりはします。でも相手ガンガン来んな。いやーこのマスケはやばい、俺の豚が。でも蘇れそう。起きれ、ああ起きないのか、やる気ねえなあいつ。あーやべ無理だ。あー竹取れると思ってた、文句で竹取れると思ってた。もうこれさあメガナイトの、おワンちゃん、あーえワンちゃん黙って、いやーなんかぬるっといかれました。いやー非常にもったいない。いやーちょっと序盤良かったんでね、序盤結構耐えて、すごい耐えて良かったのに、逆サイマスケのただただタギを取れないという、辛い辛いっすね。さあトーマス、なんかちょっと前にいたな、ロイホグです、間違いないです。なので、あー違いました、ヤナメ、ヤナメ何、ヤナメファイボ結構レアっすね。いっちゃえいっちゃえいっちゃえ、ザピー、マスケラかな、ヤナメファイボってなると。さあ呪文使った後なんで、このロケット砲士に行きたい。めっちゃきつくね、メガナイトが出てこない限り。メガナイトが出てくると話は変わるんですけど、うちのロケット同士はエイムもいいと、ターゲットもいい。天才か、いやマジで、主人が天才だとユニットも天才になる。熱すぎる。はい、やなめい、ナイス。これはもう、ふん、ふん、チューしといてやる。ハートいっぱい送っといてやる。さあロイジャイです。ヤナアメファイブか。ヤナアメ美味しいな。ちょっとおならみたいなのなかったっけ。あーマジで多すぎても探すのに一苦労。いやー文句で入っていく。マジ豚飛ばしてるんだよね。で、あんならファイボーとゴブリンまで来るんで、ゴブリンを処理するウッドなんですけど、来ませんでした。やめてくれー。はい、今来ました。まあロゲを反射されたら反射されたなんでね、もうしょうがない。全然ヤナメ使ってくれることに関してはね、いい。うん、非常に落ち着いてます。いやこの
最近マジ強えな。なんかずっと流行ってたんですけど、減ったんですよね、ロイログって。謎に。そう。減ったんですけども、最近また帰ってきてるよね、と。さあ、呪文圏内なんで、ちょっと終わりしまして、嫌な目を反射してくる。ふぅー。というわけで皆さんもロイフグクエイクやってみてください。残り2日頑張っていきましょう。おっちゃんです。